まとめからいきます。ノートを出してください。いいですか？ノートそれ青いと使っていいですか？要望書ね。はい、問題集は新しくなってしまうっていう仕事。はい、じゃあ、うん。まあ、多分祭日やし、そうは予想はしてましたけど、まあ、それでも来てこれた人っていうかね、来てくれた人はやる気がある人たちと、まあ、用事がなかったんでよかったと思います。あと暇な人たち。じゃあ、行きましょう。もう暇やったけど。今までまとめて、まずイオンの話からしたいと思います。ね、イオンのまとめいきます。まず、原子の構造でした。大丈夫ですか？集中してね。今度は点取るの。もう最後やけんね、皆さん、今度。中間期末。もうワークとか一言も言わんことなき、俺、これ終わったら。ワーク、それ何日言う気？はい。もう今までワーク持ってきなさいしか言わなかったけど。まず、この原子の中心にあるのを何と言いましたか？原子核ですね、原子核。で、原子核は何と何でできていますか？中性子と陽子。陽子でした。中性子と陽子からできています。この周りを回っているのを何と言いましたか？電子。電子。電子ですね。今はこの原子、これ実はヘリウムの構造なんですけど、ヘリウムはこういう構造をしています。ヘリウムという、なんかガスがあるよね、声が変な、我々はみたいなね、ヘリウムガス吸ったらね、変な声になったりするんですけど、あのヘリウムというのは不活性ガスといって、実はあれなんですよ、なんていうかね、あんまり反応しないんですよ。水素みたいにあんまり反応しない。だから、昔レッド・ツェッペリンっていうのはツェッペリン号というドイツが、戦争中に大きな気球を作ったんです。飛行船を作って、でそれで兵隊運び寄ったら水素で作っちゃったんですよね、ガス。その飛行船、水素が一番世の中で軽いですから。ところが水素ってみんな知ってるように燃えるでしょ、爆発したんですよ。それでツェッペリン号の悲劇っていうか、もうそこに乗ってた兵隊が全部死んでしまったというのがあって、頭悪かったなドイツの人がと思う。ヘリウムだったら反応しないんです、安定なんですですね。2番目に軽い気体の世の中だったらヘリウムが良かったよね、水素でね。ですね、ちょっとはね重くなるかもしれんけん、運べる兵隊が何人か減るかもしれんけどね、爆発するよりは良かったでしょう。で、まあヘリウムはこういうふうになってるわけです。ところで電子、今これどうですか？プラマイなんですか？電気的に言うとプラマイなんでしょう？なんですか、プラマイ？この日本人の悪い癖を言ったら恥ずかしい、間違えちゃう、どうしようか。関係ないですね、プラマイ。なんか声が小さいよ。ちょっと一人ごとで言うかと。ゼロですね、ゼロ。はい、頑張って。プラス2とマイナス2なんで、プラマイ0なんですよ。当たり前ですよね。簡単な政府の数よね。プラス2とマイナス2でプラマイ0なんですよ。そうでしょ。じゃあ、電子を失った状態。電子を失う。電子を失った状態って、例えばこいつが外に飛んでいきました。電子って結構移動しやすいんですよね。もうここはがっちり固まってるんで、ここが外れるときはあの原子爆弾みたいにものすごいエネルギーがないと原子核は破壊されません。電子は外回りようだけなのビョッて出ていったりします。さて、電子を1個にしましょうか。電子を1個失った状態どうなるかというと、真ん中の原子核はプラス2で変わりませんが、
周りを回ってる電子は1個になりましたので、はい、全体で何になるでしょう。全体でプラス1だよね。もうこれ本当俺が暗記で言うんじゃなくて、事実見てもらったら真ん中がプラス2で外がマイナス1なので、中学1年生で習った政府の数、それがもうちょっとで高校生になろうという人が理解できんかったらどうかしてるぜ、はい、ね。だっけん電子を失ったら陽イオンになるんです。陽イオンプラスイオンになるんです。理由は今言った原子核と電子の関係なんです。普通は電子は陽子の数と同じだけあるんですよ。普通は電子は陽子の数と同じだけあります。いいですね。これがイオンの原理なんですね。イオンの原理、つまりイオンって何かっていうと、電気を帯びた小さな粒って書いてあるけど、もっとぶっちゃけて言うと電気を帯びた原子。イオンは電気を帯びた原子なんです。原子がこうやって電気を帯びるんですよね。電気を帯びた原子のことをイオンと言いますよ。のことでした。いいですね。でです、じゃあ勉強できる人って少しこう考えきるわけよね。で何を考えきるかというと、映ってないね、一応最近なんか何を考えきるかというと、一つ習ったらじゃあもう一つ逆もあるよねみたいな。電子を失って陽イオンだったら、じゃあ電子をもらったら何イオンですか。陰イオン。つまり勉強って必ずほとんど表と裏があるわけ。表と裏がある。失って陽イオンになるんやったら、もらったら陰イオンでしょうというのが表と裏の関係。マイナスの意味。もうこれはこれよりももっと分かりやすいです。例えばプラスマイナス0でした。プラスマイナス0でしたのね。プラス2とマイナス2で、で外から今度電子回る K 角 L 角 M 角っていうのがあって、もうここ2個で満席なんです。3個目がここに入ってくることはできないんです。もう席がないんです。だから3個目の電子って L 角に入ってくるわけです。 KLM ずっとアルファベット図に並んでるんです。電子の軌道がね。いいですか、大丈夫ですか。で L 角に1個入ってきたらどういう状態になるかというと、こういう状態になるでしょ。真ん中のプラスには変わらないんですよね。ただマイナスが1個多くなるので、当然マイナスになって陰陽になるでしょう。電子をもらったらね、たったこれだけの政府の数なんで、これが理解できんかったらちょっと高校は考えたらいいっす。こんな赤ちゃんみたいな理論的なことじゃないです。もうもっと突っ込んだ話があるので、科学という世界なんです、これね。いいですか。じゃあ一応とりあえず理解できましたか。いいですかね。でこれでね、例えばねプラス1のイオンとか、ワークであるんですよ。ちゃんとほとんどの学校がワークないとかプリントで配ってほしいなと思うけど、プラス1のイオンとかマイナス1のイオンとか言って、はい、何を覚えてます。プラス1何がありますか。覚え中のどうぞ。何がある。まあ、あんたたちのこと大丈夫かね。ナトリウムイオンとか水素イオンとか代表ですよね。例えばプラス1、水素イオンプラス1ですね。じゃあマイナス1のイオンって何ですか。塩化物イオンとか水酸化物イオン。まあこれは過去中はちょっと今回関係ないかもしれん。これなんかね、酸アルカリのとこ出てくるような、ひょっとしたらこれ入ってこんかもしれんけど、まあ、どっちみち教える順番が早いか遅いかだけなんで、その酸アルカリのとこは入試では
扱わんといかんけど、どっちみち勉強しとかないかんでしょう。これナトリウムイオン、水素イオン、これは塩化物イオンですね。で、これが水酸化物イオンと言います。水酸化物イオンです。水酸化物イオンと言います。はい、じゃあ今度プラス2のイオンというふうに、これただね、俺は代表的なやつだけしか言ってないけど、これバーッとまとめてテストに出す中学校で結構あるんですよ。ちょっと貸してもらっていいですか。マグはどこだ。例えばですね、ちょっとここはこのワークがほとんどの中学校使えるワークなんですね。で、これで例えばですね、まとめが少ない方かな、このワークは。それでも例えばですね、69ページにちょっとイオンが出てきたり、67ページですね、水素イオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、またアンモニウムイオン入れましょう。アンモニウムイオンはプラスの方です。 NH4 プラス、これ意外とやっぱ覚え気なんじゃない。アンモニウムイオン、なんか名前が覚えにくそうやね。アンモニウムイオン、ワークのですね、まとめてあるのが67ページは勉強しとったらいいと思います。このワークで、このワークで67ページ。ありがとうございます。はい、ごめんね。あ、せっかく開けちゃったときね。いいですか。はい、で、例えば今度プラス2のイオンいきましょう。有名なのは銅イオンですよね。亜鉛イオン、これが亜鉛っていうのはちょっと覚えてない人いるかもしれないんで、亜鉛イオン、これあえて書いてないんですよ。あえて書いてない。ナトリウムと水素を分かるやろと思って書いてないだけです。で、アンモニウムイオンね。で、まあ、今日からの人って一応5回ルールとかいつも言ったよね。で、なんか初めて習って覚えにくいねと思ったら、もう自分がこっそり授業中に5回書いたりとかして練習する。要するに勉強は覚えやすいやつと覚えにくいやつ。例えば昔単語を覚えなさいって10回書けって言った時あって、もうマジな話よ、あとかあん10回書きよったっけ。もう書かんでいいでしょ、例えばあとかあんと。で、今1年生でライブのリーチの習いをするけど、図書館、これは逆に15回ぐらい書いてもいいかもしれない。これ2、3回でいいやないっていう。みんな同じ回数するって全然頭こう使ってないわけ、勉強の仕方ね。だから先生に先に言っちゃったらいいわけよ。簡単なのは少なくしていいですかとか。で、ちょっとなんか難しいのだけ逆に多くしますから、いや、その勉強仕方が正しいわけですから。同じ回数なわけないじゃない。それを自分で考えるわけよ。もうこれから先は高校って義務教育終わるんで、いかんならいかんでもいいわけですから。働いていいわけやし、女の子やら親の許可が得られたら結婚もできるわけですからね。親にもなれる年になるとか、いいですか。だから半分大人なんで、高校生っていうのは半分、実はだって18歳高校3年生で選挙権ですよ。高3今年選挙行きましたよ、誕生日になってる人は。あ、学校で選挙の練習してました、投票の。そこまで来てるんですよ。もう中3とかじゃないです、全然。あと何ヶ月か後にどっかの高校の制服を着てるでしょう、多分ですけど自分の行きたいところの高校であってほしいね、その制服はね。ですか。なんかね、最近ちょっと気合が抜けとっちゃうね、こっちから見たら。一時間もう一回こう気持ちを入れ直されたんです。あ、それで一つだけ確かめたかったっちゃけど、一中って14、15なんですか、期末。あ、ごめん、さっきもらったやつ見たら分かる。
17、18中意見と14、15どっちでした？15と16。で、日中の17、18でいいと。日中の17、15と16。どっちにしてもあと2週間よね。で、カモ中がさっきもらったやつ、何日待つと。16、18ね。はい。まあ、どっちにしても、結構固まったね、今回は。ね、2週間ぐらいでもう本当に内申書最後のチャンスなんで、もうできる限りのことをやりましょう。俺この前ちょっとだけ自慢させてね、仕事が溜まっちゃったったよ。3時まで仕事したって。晩ご飯が3時半やった。あ、明け方もやもちろん昼やない。俺64歳なんやけど、それでも3時まで勉強して次の日ちゃんと仕事しようとですね。だからもうみんなはこれ終わったらもう内申書終わるんで、しっかりよかったっち公開だけせんごとね。で、今日もう少し7時ぐらいから来る人たちが多分いると思うんで、さっきメール来ちゃったけど、ちょっと今日遅れますってメール来ちゃったけど、ね、もうちょっと7時やったら増えるかもしれない。まあその時にあのみんなに言いたいのは、前も言ったようにちゃんと美術とか技術とか音楽とか勉強頑張ってる人、今授業中もうそこしかないとばい、生き残る道は。平均ギリギリぐらいしか取れてなかったら3しかないっちゃけ。普通一番中途半端な点数が70点台ですよ。これあんたたち学校の先生やってるんですよ。迷う気、3にしようか4にしようか迷う気。ちょっとぶっちぎちょっと安心して4とか5上げれるけど、平均よりちょっと上ぐらい、平均超えましたけど難しいでしょ。だって平均って3なんでしょ、思いません？ちょうど真ん中やで、3が一番幅が広いってね。2も1も少ない、4も5も少ないわけ基本的に。だから中途半端な取り方してもらったら非常にこっちは作戦練りにくいわけよ。それもみんな平均してちょうどちょっとでしたっていうのは、例えばこれはある程度いいわけよ。例えば数学60で平均ギリギリでしたけど、でも理科は80超えてましたから、ずっと理科って4、5が狙いやすい。でもみんな平均的だったら、実は通知だからね、この前成績良かったけど通知は伸びなかったんです。その通りなんですよ。やろ、前より上がったけど通知を楽しみしてましたけど、そういうことが起こるわけよね。だから今度はもうぶっちゃけて、これ作戦会議なんですけど、これは4、5を狙いに行こうという科目を決めるべきです。そうせんと、まあみんな真面目な子たちが多いき、なんかどの科目も頑張ってしまうわけ、当たり前やけど。それは正しいけど、狙いに行くのはもっと頑張らないです。で、少なくともこれ全員で共通なのは、美術とか技術とか音楽とか補体とか5科目ほど勉強してないの、他の人が。だから狙いやすいんだよ。もうこれを言う塾とかないとば。英進館とか言ってんじゃん、音楽頑張れとか言うわけないじゃん。絶対もう5科目の英語と数学しかないから、中心で話す。もう俺ズバリ言いますよ、英数もうこんばんは悪かった人捨てていいですよ。ある程度2にならんことせないよ。3にはダメよ。でもなんか4厳しいなって言ったら、じゃあもう美術とか音楽で狙ってください。もうこれマジな話です。で、その5科目で、例えばその4科目ごめんなさい、実技科目の4科目で5取ってんじゃん、そこだけで20あるじゃん。これはすごいよ。そこだけで20来たらすごいよ。あと5科目で3でも15やから35とかなって、過保のラインに近づいてくるわけです。はい。本当に川に行きたかったら、東に行きたかったらですね、あんたたちね、そういうことなんもせんで漠然と試験受けるって。だから良かった悪かったって言って、ああ3やったどうしようかとか言うわけだ。って作戦 練ってないもん。これ戦いですからね、試験っていうのは戦いなんですよ。試合ですから、部活でいう試合だから、試合って戦いなんだ。
試合に勝つための作戦練っていかんとか、そこを教える。この中学校の最後の期末を迎えるにあたって、そこを皆さんに教えるんで、ね、でも共通なのはしつこいけど4科目。これは一生懸命やる。どうやるかっていうと、情報をとにかく手に入れる。でどうやって情報を手に入れるかっていうと、先生のとこ行って4とか5取りたいんで、どういう勉強したらいいか教えてください。どこ出るかって言ったらダメなんです。どこ出るか教えてくださいって言ったらバカなんです。教えるわけないじゃないですか。それで教えたら先生がおかしいよ、ね、まあ、たまに恩赦かもしれないけどね。だから普通はどういう勉強の仕方をしたらいいか教えてください。でこれは大人の事情やけど、俺が例えば音楽の先生やったとして、生徒が中3の受験生が勉強仕方を教えてくださいとか聞きに来ることないです。英数とか言ってもないんですよ。嬉しいんですよ、人間として。嬉しいんですよ、あ、俺のことを、俺の科目を見てくれたみたいな。じゃあお前だけ特別にプリントやろうかとか、情報やろうかっていうのが人間なんです。人情の機械じゃない。いいですかね。だからここはもうごめんね、もう一回みんなが揃った時にもう一回言わせてもらうけど、この話はですね、いいですか。だからちゃんと先生のとこ行って頑張りたいので、どういう勉強したか教えてくださいとか言ってね。まあ美術とか作ったよね、出るとこ作って一生懸命覚えたよね。でそれもうコピーしてみんなに渡したりしたんですよ。もうそんくらい安いもんですよ。あんたコピーでか、あんたたちに成績上がって人生変わるんやったら1万枚でもコピーしてやるんですよ。はい、もう何歩でもコピーしますから言うてください、何でもね。ただ自分でその情報は俺が学校に聞くわけいかんじゃん。あんた誰とかやる、こうしてつまみ出されるね。だから情報は自分でちゃんと持ってきて、でそれなりにちゃんと資料を作って狙いに行きましょう。じゃあ話を戻しまして、ワークでこのイオンのところって毎年出てるんですよ。いいですね。だからもう今覚えていいじゃないですか、試験前とかじゃなくてですね。はい、これ同イオンと亜鉛イオンとマイナス2っていうのは、例えばですね、代表的なので言うと、炭酸イオンとかかな、それとか硫酸イオンですね。これ炭酸イオンです。でこれ硫酸イオン、マイナスで2マイナスってあんまりないんですよ。もう一回借りるね。あんまりないよね、マイナス2は。おお、やっぱノット炭酸イオンと硫酸イオンぐらいしかないでしょう。はい、あ、今俺がここに上げたやつこのページに全部載ってるんでよかったと思います。はい、まずいいですか、とりあえず。で、これやばいとか思ったら即5回やるね、授業中によ。ですか、授業が勝負やる。家帰ってより授業中の方が大事なの、絶対。いいですね。ということで授業中に覚えてください。じゃあここで電離という話をします。消しますよ、消していいですか。はい、じゃあ電離の話をしましょう。ところで皆さん、水に溶けてイオンに分かれることを何と言いましたか。あれ、分かれる物質、ごめんなさい、分かれる物質を何と言いますか。電解質。電解質、これ絶対出ます。多分みんなできると思いますけど、もう一回確認しましょう。電解質、電解質ですね。イオンに分かれる物質、つまり普通は固体なんですよ。普通ほとんどが塩化水素は唯一気体ですけど、普通固体なんです。炭酸ナトリ、塩化ナトリウムとか、ね、食塩とかね。でも水に溶かして食塩水にしたら中イオンに分かれるわけですね。じゃあ水に溶けてイオンに分かれない物質を何と言いましたか。非電解質。非電解質、これ非っていうのはあらずという意味なんで、電解質にあらずなの、電解質でないよと言ってるわけで、非電解質。
非電解質と言います。ですね。非電解質です。OK ですか。で、実はこっちがよく出るんよ。要するに出るものが少ないって言ったらいいかもしれない。で、砂糖。エタノール。精製水、もうこの3つが面白いことよく出ますですね。砂糖とエタノールと精製水、砂糖とエタノールと精製水がものすごくよく出るんですよ。いいっすか。今ノートにまとめをしてるんでお願いしますですね。で、これ以外はこれ以外は電解質と思ったらいいでしょ。非電解質が少ないけん非電解質をしっかり覚えちょって、でそれ以外は電解質というふうに必ず出るんで、電解質と非電解質で下の中から例えば電解質を選べとか非電解質を選べっていうのが出るので、いいですね。この3つはしっかり覚えておいてくださいということです。じゃあ、ちょっと消しますよ。いいですか。で、この水に溶けてイオンに分かれる様子を変えたやつを電離式と言います。で、さっきのワークの67ページですね。ワークの67ページの電離式なんですけど、いいですか。あ、ごめん、さっきの2プラスのとこマグネシウムイオンも入れちゃって、ごめんごめん、マグネシウムイオン忘れちゃったです。マグネシウムイオンです。2プラスのとこです。プラスの2とこです。マグネシウムイオンね。さて、ですね、塩化ナトリウム、NaCl、まあ、これぶっちゃけて食塩ですね。食塩。次、これなんて読むか分かりますか。これなんて読むでしょう。分かる人。 KOH。 ありがとうございます。今りょうちゃん手挙げてくれたけどね、今一番塾に来て勉強したのはりょうちゃん。今日も2時から来ちゃったんで、はい。で、今遅れてきた人は本当にこの時間しか来れなかったかどうかです。それを問いたいです。朝から来ていいとですから。うちね、鍵全然かけない。もう大きい声で言うけど、かけてないですよ。一日以上開けてます。それは生徒のために開けちゃうので。で、何十万円になったらお金もらわなしゃあないけど、コピーも自由に使っていいって一緒なんですよ。これ、はっきり言って、どこの塾もコピー自由に使わせません。お金かかるんです。はい。ね。電気代も、別に取ったことないんで、いいですか。場所は24時間はないね。11時に出られない限りね。でもずっとほとんど1日中提供してるんですよ。どうぞ使ってください。家でなかなかやる気が起きんやったら来ればいいね。ですね。はい。あとは今度は来て中身をね、来て、ずっともちろんそんなきついけど、できるだけ集中して頑張ってもらえればいいですね。さて、で、今なんでちょうどりょうちゃん話したか、手上がったのりょうちゃんやったんですよ。はい。でもこれってさっき出てきたよ。何ですか、何イオンだったんですか。 OH マイナスって水酸化物イオンなんでしょ。だから OH がついちょったら水酸化って呼んだらいいんですよ。 OH がついちょうのは水酸化なんです。で、名前ってこう呼ぶんですよ。水酸化カリウム、塩化ナトリウム。名前の呼び方、日本語の直し方は右から左なんです。だからつまりこれは水酸化カリウムですよと。これを何も考えんかったらただの丸暗記なんですよ。ただの丸暗記は忘れやすいわけよ。覚えにくくて忘れやすいという最悪のパターンなんです。それはいやいや覚えてるからすぐ忘れる。いいですね。 OH マイナスというのは水酸化物イオンで、例えばじゃあこれって何でしょう。
何ですか？OH が水蒸気、水酸化、そして BA って何でしょう？バリウム。バリウム。例えば胃のレントゲン写真とか撮るときに、これバリウム飲むよね。バリウム、今でもそうだよね。バリウム飲むよ。ただ胃壁にこう作るね。まあ看護師さんとか目指す人はバリウムの胃の通しっていうのを覚えちゃってる。ただ胃の形がはっきり分かるんです。でそこに腫瘍というかね、なんかコブみたいなのができちゃったら胃の形がこう外から見て分かるんで、でバリウムで飲んで検査するわけです。それは白い粉ですけど、バリウムって白い粉ですけど、胃の壁にベタッとくっついてくれるんです。だからレントゲンを取った時に形がはっきり分かるんです。もう全てどっかに必ず役に立つけんですね。そういう物質をバリウムというわけですね。で水酸化バリウム、いいですか。 OH がついたら水酸化で先に読んで、そして左側を読んだらバリウム。もう一個ルールがあるんです。もう一個ルールがある。これ2つに区切ってください。線を引いてどこで区切りますか。この3つ2つに区切ってください。2つに区切りましょう。どこで区切るかです。ズバリここで区切るんですよ。ここで区切りますね。で今話は電離式という話をしようとしたんですね。イオンに分かれている様子を化学式で表したの、イオン式で表したのを電離式、イオンに分かれる様子を表したものを電離式というね。でもう一つのルールは左が絶対プラスなんです。絶対プラス、右が絶対マイナスって分かってるわけです。もうというのがルールなんです。いいですか。 100% です。例外全くありません。だからこれ Na プラスと Cl マイナス、これは K プラスと OH マイナス。さああとこれちょっと自分で考えてみて。みっちゃん頑張れ、みっちゃん頑張って頑張って、ファイトファイト。はい、これ何でしょう、何でしょう、何ですか。分かる人、うん、え、そうなんよ、ないよないよないよ。いいですか。これが2ってのはどうなるか分かりますか。2個あるってことでしょ。2個あるってことですよ。政府の数ですよ。マイナスが2あるんでしょ。でさっきも書いたかな、さっき書いたかな、書いたよね。 BA は2プラスやないとプラマイにならんわけよ。そんくらい分かってくれ。そこまでアンポンではないと、あんたたちそんくらい頭使いなさい。ちゃんとこの2って2個あるよっていうことなんで、 2OH マイナスなんですよ。いいっすか。 OH はマイナス1って決まってるんで、それがマイナス1が2個あるけん、当然ここマイナス2なんで、政府の数で言うとマイナス2なんで、マイナス2とプラス2でプラマイ0になっとうわけだ。最低限こんくらい理解できんと絶対に学校のね、高校の科学とかついていけないです。1ミリも分かりません。高校値もものすごいレベル高いんで、教えてる内容はね。いいですか、分かります。もう一回いきますね、もう一回いきます。だけんとにかくプラスとマイナスのさっきの67ページのワーク、まあ、例えば顔中やったらあのワークが違かった、でもどっかのワークまとめが乗っちゃうき、イオンので、そこのイオンのまとめのところでプラス1のイオン、マイナス1のイオン、プラス2のイオン、マイナス2のイオンを多分試験に打診したと。そこは絶対覚えないから。でそれを覚えました。じゃあそれを覚えたからイオンに分けるところってできるじゃんって話です。
例えばバリウム2プラスだって覚えたら BA2 プラスって書いて、でここの2をどうするかだけです。これは OH が2個あるよって話。こう書いたら OH2 個にならないんですよ。これはルールがあってすぐ前だけ2個ってことになる。こういう書き方したらだから OHH になってしまう。わかりますか？ OH 全体が2個あるということはわかるね。例えば 2x 全体が 2乗というときは公式線というか、これやったら x だけが2乗だっていうのはわかるでしょ。 2x を2乗したいというときは括弧で膨らんでいかんでしょ。あれと同じなんですよ。 OH が2個あると言いたいときは OH を括弧で膨らんでいかんけ括弧をついてる。わかりますか？理解できてますか？いいですか？大したことないんでね、ここ苦手っていう人がいるとしたら、その自分が思ってるほど難しくないです。はい、ちょっと勉強したらできるようになるとこなんで、ここはもうちょっと教える方のテクニックなんです。教える方がうまく教えきらんといかんとこなんです。だから俺はまずは皆さんに大したレベルじゃないからプラス2とかマイナス2とか政府の数たったそこら辺だけなんね、プラマイゼロになるようになってるだけの話なんです。いいですか？だからです、ここは諦めずにちょっとやる気を出して嫌だなって気持ちだけ残してもらうとスーッと入ってくる。いいですね。じゃあもうちょっと電離式の話をちょっとしましょうね。あ、これ話してなかったね。じゃあこれなんて読むか分かりますか？まださっき言ったばっかりで SO 放置あんまり出てきたことがないかもしれません。なんて読むでしょう？ CuSO4 硫酸銅。その通り、その通り。硫酸イオンと銅イオンでしょ。硫酸銅、 SO4 って硫酸なんですよ。はい、じゃあこれ電離式を書いてみてください。硫酸銅のところでしょ。昔ね、ほんとめっちゃ叩き寄ったんですよ、それ。で、後で聞いて、お前絶対それやめたか言われて、なしかって言ったら、小さい時に殴られたやつが、大人になった時に血栓になる可能性がある。中にこう固まる可能性があるんですよ。めちゃ叩き寄ったんですよ。ガーンって、女の子も歯食いしばれとか言って、ガーンって、男女平等だとか言って、めっちゃ嫌われちゃったんですけど、そんで。はい。27だったんで、塾始めた時も。もうバリバリですよ。バリバリ、まあ、しょっちゅう体鍛えてましたから、筋トレして。それでガーンって言った時ですね。いや、それだ、男子がね、先生、女子は軽く叩くっちゃろって言って、いいよ、今は男女平等の時代で、そうやろってガーン叩き言って。でも、その時に後で注意されたんですよ。頭だけ叩くらしい。絶対頭責任持てんよって。その時、頭叩かないね。いいっすか？目覚ましてくださいね。じゃあ行きます。イオンに分けます。どこで半分に分けるかっていうと、ここで半分分けですよね。そうでしょ。ここで半分に分ける。そして銅は2プラスって分かってるんで、 Cu の2プラスとで、2プラスと釣り合うためにはもちろん SO4 は硫酸イオンは2マイナスですよ。これ SO4 で一つ固まってるんですよ。こういったのを原子団と言います。原子団、硫酸とか炭酸とか、こういう固まってる原子が固まってるのを原子団。出らんけどね、中学校で出らんけど、原子団と言ってもうものすごい結びつき方をしてるわけ。
だから SO4 で一塊なんです。SO で一塊で S と O とかに分ける必要ないんです。中学校では。高校は後で分けるときがあるけど、中学校は分ける必要ない。SO4 で 2- で覚えちゃって、プラスマイナス0ですよって話。ですか。だから今日の話聞いたら、67ページのイオンの分け方がちょっと分かると思う。いいですね。大丈夫ですか。あと1個だけね、ちょっとあんまり出てきてないのがあるんで、なんかノートかなんかに書き寄った方がいいじゃないですか。なんかやっぱ書いた方がね、書かんよりちょっと覚えやすいと思う。これ知っちゃう人いますか。ちょっと教える前に、なんと、なんか分かりますこれ、HNO する知っちゃったら逆に俺が驚く。あ、知っちゃう。それどっかで習いました。ワークを勉強したら出てきたから覚えちゃう。かっこよくないですか。かっこいいですね。学校で習ったって言ってないでしょ。ワークに、ワークに乗っちゃっちゃうもん本当に。67ページでワークを勉強した時に出てきたので、そこで覚えましたって話でしょ。こうすごいでしょ、勉強の仕方。うん、HNO3 ありますよ。うん、小3だ、小3。実はですね、日本人って大好きなのがベスト3っていうのが大好きなんですよ。ベスト3で、強い3のベスト3がですね、塩酸、硫酸、硝酸が強酸ベスト3なんです。強い3のベスト3なんです。硝酸ものすごく強い酸なんです。これ高校で役に立つ、強いか弱いか役に立つんだけど、あのね、これも原子団体ね、原子団一塊なんや。ところで H って何ですか。 H ってプラスなんや。 H ってプラスなんや。じゃあ NO3 はどうなる。頭使ってね、 NO3 何ね。釣りアウトバイ、政府の数で釣りアウトバイ。だから NO3 はこれだけでしょ。2- なわけないでしょ。プラス1個しかないとか習ってませんけど、こいつは確実に知ってますということは、これは自分で考えなさいって。いいですか。今日かなり科学を考える上のテクニックを教えてます。かなり後で高校で役に立つように。例えば HNO3 をね、2つに分けたらどこで分けるかって、こことか普通言わんよ。多分言わんと思う。おそらくここで分け切ったとしたら、 H はプラス1は絶対に覚えておかないか。じゃあプラス1と釣り合うためにはマイナス1じゃないと釣り合わんでしょ。習ってないけどそれぐらいは想像せないか。プラス1と釣り合うのはマイナス1ですか。だからこう2- とか7って言いたいわけ。ところが何も考えん人は SO4 2- やったき、 CO3 も 2- やき、ここでは賑やかなやつは 2- かもしれんとかで、こう書いて何も平気な人ってちょっとおかしいわけ。政府の数はプラマイゼロになるわけないじゃん。マイナスが多すぎるやん。わかる。だから SO4 は 2- CO3 も 2- やけど、 NO3 はマイナス1なんです。ただのマイナス。OK ですか。今日イオンとかが苦手な人のために、最初からもう一回、それと加穂中学校の試験範囲のために最初からバッチリ説明してるんで、あと電気分解とですね、電気分解とそれから化学電池の話をすれば、多分加穂中やったら60、70点分ぐらいは今日話の中全部出てくるとですね、おそらく。はい、あとその他の範囲があるかもしれない。いいですか。で他の皆さんも60、70点分ぐらいで、残りが酸とアルカリとかです。はい、あとこれ酸アルカリを付け加えたり、もうここは全て基本なんです。大丈夫ですか。いいですかね。北斗の特徴は理科が強いのが北斗の特徴なんでね、社会がちょっと弱いけどね今のところ。あと社会をちょっと強くしたいっていうのが今年のテーマなんで、
数学理科は強いですよ、うちの塾は。今まで数学理科は他に負けないという自信はあるのでね、特に2中はね、ほんと中間が良かったんで、もう大チャンスなんで、もう2中ですよ、全員5を狙いに行ってほしいです、本当に。ああほとんど同じやったけどね。うんうんやないですよじゃあ行きますよ。ですね、あれ行きましょう、電気分解行きます。電気分解で、電気分解って代表的なのが2つです。よく出るのがね、電気分解2つです。塩酸の電気分解です、1つ。塩酸の電気分解ですですね。で、電離式と電気分解の式、俺これね、一昨年かな、オリジナルのテキストをちょっと作ったんよ、自分で作ったんよね。ただね、ちょっと今躊躇してるのは、プリントやったとして、プリントって一回書いたらもう終わってしまうので、多分プリントもらった段階でも勉強あんまりしなくなるかなと。だから今年いろいろ考えてるのは、ノートに何回も練習してもらう、ノートに何回も練習してもらってしつこくする。で、最近うまくいってるのは、中間の時もそうやけど、数学を同じように繰り返してやりよったら結構みんな覚えてくれちゃったけど、例えば今で言うと、なんか掃除条件、掃除条件とか、掃除の大事なポイント、照明とかね、は結構ここでノートで何回もやってもらってるんで、ある程度理解できてるかなと思うんですよ。じゃあ行きますよ、電離式。はい、2つこうちょっと変えてください、分かる人。塩酸の電離式と電気分解の式変えてください。塩酸の電離式と電気分解の式です。あ、これも音を使ってもらっていいんでね、分かるとかね。あれですね、理科があるでしょ、ちょっと。で、上が、なんかね、カラーで説明解説バージョンで、こっちが暗記になっちゃう。ちょっとこっちを。で、探したら多分どっかにあります。目次に載っちゃうかもしれない。自分やろか。どっかあると思うんです。塩酸の電気分解器は。ありますか？そう。お食も新しいやつですね。はい、新しい、最近入ってきた新しいやつです。半額しかもね、すごい。内容は同じなんですか？内容、ちょびっとだけ変わっちゃうらしいですけど、ほとんど同じです。はい、で、新しいやつは、これちびっちゃいのが、これと同じ大きさになっちゃうんですよ。このカラー版。小さすぎるって言われたんでしょうね。じゃあ行きますよ。HCl が H プラスと Cl マイナスできた人、はいはいはい、ありがとうございます。今手上がってない人は誤解でしょうね、はい、言われなくても自分でできてる人がいるんだから、これは出るでしょう。塩酸の電気分解とかノートに5回練習してください。はい、まあ、勝負は次だと思います。これは電離式だから、今回の期末の範囲で絶対どっち聞いてきてるかをミスらんごとね、電離式なのか電気分解の式なのか、どっちを聞いているのか絶対ミスをしないようにしてください。いいですか？はい、じゃあ電気分解の式いきたいと思います。電気分解の式、電気分解、一応書いた人どんくらいいますか？お、すごいね。お、すごい。はい、はい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 、おお、いくよ。で、ここで H って言った瞬間に、あ、もうその人ブーやね、ブー、2がいるんですよ。はい、 BHCl ですよ。で、H2 プラス Cl2 です。Cl があったかな、 Cl がないね、 Cl
しまった。シールがない。ちょっとごめん。シールをさ、シールと思ってもらっていい？ちょっと今度作っちゃきますから。はい。なんで2個言うかじゃない。これシールと思ってね。シールと思ってね。もし HCL1 個やったら、これ2つに分かれた時に気体じゃないでしょ。水素って H 中形で存在しきらんとですよ。実際の世界では H2 じゃないとダメなんで、だから HCL が2個こうあって、これに2個あったら、はい、これで H2 と CL2 になるわけです。気体は2原子分子なんです。H2 とか O2 とか CL2 とか2個いるんですよね。化学反応の前と後とでは原子の種類と数は変わらない。これは質量保存の法則の原則なんです。化学反応の前、こういうふうに2個ずつありました。これが組み替わるだけですから。化学反応というのは組み替えを変えるだけですから、組み替えを変えるだけですから、数と種類は変わらんわけ。これ CL 液ね、CL 液ね。いいですか。難しくないでしょ。積み木みたいなもんでしょ。これなんで2個あるか分かるでしょ。2個いるか、H2 にせないかんわけですか。いいですか。苦手とかいうレベルじゃないですよ。簡単ですよ。H2 にするためには H2 個、CL も2個いるき、全体に2にするんです。それだけです。ね。つまり、電気分解というのは、物質に分かれる反応式なんですよ。これは物質なんです。物質に分かれる、水素と塩素という物質に分かれる時の化学反応式は電気分解の式。電離式はイオンに分かれる時の化学反応式ですね。 OK ですか。はい。これはね、ちょっと作ってよかったなといつも思ってるやつなんですけどね。たったこれだけで結構分かりやすいよね。ですか。じゃあ今度は理論に行きましょう。理論に行きましょう。はい。こうやって下映っとうかね。映ってる。はい。塩酸の水溶液。塩酸の水溶液はこの中がどうなってるかっていうと、H プラスと Cl マイナスでできとるわけよね。H プラスで、電極をこうつなぎましょうか。こっちがプラスでこっちマイナス、こっちプラスでこっちマイナスですね。はい。 H プラスというのは穴が1個空いてるって話をしたでしょ。 H プラスは穴が1個空いてる、つまり電子を外に出してるってことですね。でこいつプラスなんでマイナス極に引き付けられて、水素イオンはマイナス極に引き付けられて電子を1個もらい、電子を1個もらい、水素原子になる。水素原子になる。そしてそれが2個集まって、みっちゃんちゃんと集中しとるね、大丈夫ね。水素原子になるんですよ。でそれが2個集まって水素分子になって、こいつは水素原子、こいつは水素分子。原子と分子の違い説明できますか。原子と分子の違い分かりますか。原子は世の中で一番小さい最小単位です。物を作っている、物質とかを作っている最小単位です。原子は。分子はですね、そのものの性質を表す最小単位。分子は性質を表す最小単位。例えば水素の性質ってあんたたちいい気やん。火のついたマッチを近づけたらポッと音を立てて燃えるでしょ。それ水素の性質でしょ。火のついたマッチを近づけたらポッと音を立てて燃える。つまりこの性質を表す最小単位。もう今日がっつり説明してるんで。だって原子と分子の違いとか普通多分言い切らない人多いと思うよね。その原子が2個集まって分子ができるってそうじゃないです。つまり原子は性質を表せないんですよ。
水素原子1個で火を近づけても何も反応しません。何も反応しません。いいですか。水素分子に火のついたマッチを近づけたらポッと音を立てて燃えるわけです。いいですね。 OK ですか。今ノートに説明書きですね。はい、ということでした。いいです、大丈夫ね。でです、でです、もう一回言いますよ。塩酸の中に電極棒を入れるんですよ。ただ H プラスはプラスですからマイナスに引き付けられるっていうのは常識でしょ。プラスとマイナスは引き付けられるでしょ。でマイナス極に引き付けられるわけよ、水素イオンはね。マイナス極の特徴は電子がいっぱいこう溜まってるんです。マイナス極には電子がいっぱいあるんですよ。だから水素イオンがこっちに引き付けられて電子を1個もらったらプラマイゼロになるんで、ですか。水素イオンは電子を1個もらって水素原子になる。で水素原子が2個集まって水素分子になって気体として発生するんです。これこの今イオンのがそのまま試験出たことあるんですよ、期末考査。水素イオンはマイナス極に引き付けられて電子を1個もらって水素原子になり、その水素原子が2個集まって水素分子になって気体として発生するということですね。 OK ですか。はい、じゃあこっちはどうなるかというと、塩化物イオン、塩化物イオンは電子を1個外にこう1個くっつけた形、電子1個もらってるんで、塩化物イオンはプラス極に引き付けられて、でこの余った電子をこっちに渡すんですよ、いらないから。電子を1個与えるんです、電極に1個やるんです。こっちは電子もらうんです。余ってたらやるでしょ、足りんかったらもらうでしょ、それだけの話ですよ。足りないからもらうんですよ、穴が開いておけ。こっち余ってるんですよ。だから電子を1個与えて塩素分子、ごめんね、塩素原子になり、それが2個集まって塩素分子になって気体となって発生します。いいですか、大丈夫ですか、ということなんです。それをちゃんと友達に言葉で説明できるようになると、それが試験の時も書けます。カッコ抜きになってるんで、どうなっちゃうかっていうと、水素イオンは何極に引き付けられ電子を近いちゃって、それをもらいとか受け取りとか書くなってます。で水素括弧になる、それ水素原子になる、それが2個集まって水素括弧、水素分子になる、水素原子になる、水素イオンは水素原子になる、そしてその水素原子は2個集まって水素分子になる、という表現で括弧抜きに書かせるようになってますね。はい、もうこれが塩酸の電気分解の全てです。まずイオン式かけます、あ、ごめんなさい、電離式かけますか、電気分解の式かけますか、そして何極から何が発生しますか、つまりプラス極からは塩酸、マイナス極からは水素が発生するわけですよね。あ、塩素、ごめん、塩素と水素が発生する。ところでこれ H 型管で実験するけど、H 型管で実験するんだけど、溜まった気体が少なく見えるのはなぜかっていうのが出るんですよ、時々ですね。こう H 型管に電極をこうやってね、こういうふうにして実験するわけね。で、ここに気体が溜まるんですよ。さあ、溜まった気体の様子だけど、こっちは少なく見えて、こっちは多く見えるんですよ、溜まった気体は。なぜですかというと、塩素が水に溶けるからですね。これも何回も言ってますけど、本当は同じ量だけ発生してるわけよ、気体としては。同じ量発生してるけど、塩素が水に溶けるから少なく見えますよ、ということです。いいですか。今日は本当に60点70点分ぐらいの説明をしてるんで、あとはちょっとね、過保中には申し訳ないですけど、過保中が範囲が違うき、これショートしたいき、ちょっと許してね、いいですか。
もし俺が冷たい男やったらあんたたちの排尿に関係なく酸アルカリを使用はずやけね。けど酸アルカリが範囲やなかったけんさ、それを見た瞬間に俺はもう黙っちゃおれんやないですか、やっぱり。だから今まで、まあみんなのためにもなるんで、今までの総まとめをしてるんで、今日のこの授業を受けてる人は絶対に理科の前半戦は半分以上点が取れる、要するに60点70点ぐらい取れる、全部マスターするですね。そのくらいしっかり話をしてるん でしかも YouTube 上げるから、苦手な人は何回も見て勉強してください。 2,3 回多分同じ話聞いたらもうバッチリ覚える、間違いなく。でもう一つね、発生した気体が水素かどうかを確かめる方法は、火のついたマッチを近づけたらいいよね。塩素の特徴って何でしたか。塩素の特徴です。塩素の特徴何でしたか。塩素3つぐらいありますよ。まず何臭、刺激臭ね、ツンと鼻をつくね。もう塩素の匂いはみんな嗅いだことあると思うんだけどね、あのプールを消毒した後とか行ったりしたよね。それから水道も塩素で消毒するんで、殺菌作用が、つまり殺菌作用です。塩素の特徴ですね。こいつこいつの特徴はまず一つは殺菌作用、あ、ごめん、刺激臭から行こうか。今刺激臭言ってくれたんですね。もう生徒さんが、生徒さんが全てなんで、もう俺プロ子ですからね。私刺激臭発表したとなんで先に書いてないととかね、せっかく刺激臭って言ったと殺菌作用って書かれたね。もう思春期の人は大変ですからね、本当にね。で刺激臭なんですよ、ツンと鼻をつく匂いなんです。鼻をつくような匂い。で2番目が殺菌作用です。菌を殺します。で3番目が色がついちゃう、あ、もう1個ですね、脱色作用があるんですよ。脱色作用、色を抜く作用。だからなんかね、赤い水溶性の赤い色がついた例えば紙を近づけると色が抜くよね、色が消えるんですよ、はい。もう一個言わせてもらうと、気体自体が黄緑色、黄緑色してる、気体自体が黄緑色をしてます。塩素の性質です。いいですか、ということです。もうここまで覚えたらもうパーフェクトです。もう塩酸の電気分解どんどん出してください、どこでも聞いてくださいということになるんです。じゃあ消しますよ。いいですか、書きましたか、ちゃんと書きましたか。いいですね。もうね、でよくみんなを見てると一回ノートにこの説明聞いたって、でそこの説明書いたとこバッチリノート取っちゃうんで、でそこ開けて見ながら授業を聞いてるんですけど、できたら毎回書いてもらった方がいいかなと思います。やっぱそれ見ようときに油断ができるんですよ、当然。やっぱりいつも新たな気持ちでもう一回もう一回って練習し直した方が絶対いいです。一回市長兼会長兼大丈夫じゃないです。そこは絶対、そこが今年のソフトバンクが負けた理由ですから。大谷があれだけ強いとにね、油断 しまくりでしょ。去年と同じはいかんでしょね。だからいいですかね、油断が一番やばいんで。じゃあ今度は塩化銅の電気分解します。もうね、ソフトバンクの話になるとね、私も評論家みたいに言いたいこといっぱいあるんですけどね、はい、言いたいこといっぱいありますよ、本当。不思議な球団ですよ。特別ね、スター選手いないですよ。例えばその大谷、中田とかね、レアードとか、あんな、なんかすげえやつとかいないですよ、一人も。山田哲人みたいなやつとか。ただ勝負強いのが、原理式って書こうとしたら、すいません、すいません、ちょっと野球の話しながらやったとき、すいません。どっちか、生徒サッカーの方が好きけど。ああ、なるほどね。うん。
俺もっとサッカー部やったんですよ。やったんですけど、あんまりサッカーは詳しくないですね、今のチームでいうと。あの、香川とかね、本田とかそこら辺ぐらいは知ってますけど、一番好きなのはあいつですね、インテル行った。だから、ね、まあ、背が低くて足が速い。アモーレ。アモーレで出てきたんですよ。はい、じゃあ電離式と、あ、電気分解や、また。すみません、電気分解です。電離式と電気分解の式どうぞ書いてください。電離式と電気分解の式書いてください。ここすみません、漢字間違えてたんで訂正してね。さあ頑張れ頑張れ。電離式と電気分解の式、まず塩化銅が書けないかもしれんね。塩化銅、頑張れよ頑張れよ。はい、CuCl2 かけた人、塩化銅 CuCl2 いいじゃんいいじゃん。あ、かけないとしたら誤解ですよ。すぐもう本当に何も言われるでも誤解ですよ。はっきり言う気、なんで手上げさせようかっていうと、まあ、どんくらい人が理解しようかを確かめることと、誰が分かってて誰が分かってないかを把握したいわけ。で、皆さんも例えばぐるっと周り見渡して、あ、めっちゃみんな手上げちゃうって自分だけ手上げてないって言ったら、多分みんなが通って自分が落ちるでしょう。間違いない、それは正しいでしょう、当然。だからその人に差をつけられちゃうことを追いつかないからね。それが誤解練習なんです。いいですか。さて、これ真ん中に線引くよね。この2さっき練習したよね。自立してほしいね。はい、イオンに分けましょう、イオンに分けましょう。練習したらできるようになるっちゃ。みっちゃんいいね、授業中全部できるなって書いてよ、本当に。いいですか。まだなんか違うとこ集中しようことあるよ、間違えたらごめんね。みっちゃんが頭言われやないとよ、集中力の問題ですよ。皆さんももう本当にあるけんね、たまにぼーっとしようときあるき、自分で気づかんやろうけど、こっちから見よったら、あんたたちの顔を見たら分かるわけよ。ここの説明しようと視線が下ら辺に落ちちゃうわけよ。ノート見ようわけでもない、もうすぐ分かる。あ、集中力切れちゃうねちょっと。そこを自分で気づかないから。まあまあ剣道がしましょうね。剣道ちゃんは本当に集中力のスポーツでしょ。武道ですから。昔真剣でしよったらちょっと集中力切れたらやられてますからね。はい、なんか面白いね。風邪ひいてくしゃみしたらバーッと切られよったっていう昔、あの去年ね、風邪薬の宣伝がありたんですよ。真剣勝負しようんですよ。くしゃみちゅった瞬間切られるんです。いや本当にそうやろねと思う。風邪もひけんねと思う。はい、でこれいきますよ。何ですか。 CU2+ でしょうね。だって2プラスで覚えてくださいの一つやけんね、どういうの。そしてこの2が前に来るとやったろ、ね、2CL-。 もう少し分かってきましたか。プラマイゼロになるんですよ。これ高校でも使えるんですよ。プラマイゼロになるためにプラス2とマイナス2なんです。はい、電離式できた人、電離式おっしゃおっしゃおっしゃ。はい、ありがとうございます。今手上がってない人、練習練習、とにかく練習。この電気分解は赤ちゃんです。電気分解は赤ちゃんです、電離式に比べたら。なぜでしょう。銅と塩素に分かれる、これどうですか。電気分解は物質に分かれる。だからもう2も何もつけんでいい。これで2つに分けるだけです。銅と塩素に分かれますよということです。いいですね。はい、じゃあですね、これこうしまして、こうしまして、いいですか。
で、電池つなぐよ、電池、電源につなぎますよ。長い方がプラスですよ、短い方がマイナスですよ。いいですか。で、こっちは一緒です。 CL マイナスはさっきと全く同じ、塩酸と全く同じです。塩酸と全く同じです。塩化物イオンはプラス極に引き付けられて電極に電子を1個渡し、塩化物イオンは電極に電子を1個渡し塩素原子となる。それが2個集まって塩素分子となって気体として発生します。つまりプラス極からは塩素が気体として発生します。じゃあ今度は銅イオンってどうなってる。もうちょっとみんなこっちを少し広げる気、みんなも広げてもらったらいいかもしれない。ちょっと書きにくい。銅イオンはどうなっちゃうかっていうとですね、穴が2個開いちゃうんですよ。銅イオンって電子を2個出しちゃうね。だから電子を2個、電極から電子を2個受け取り、銅イオンは電子を2個受け取り銅原子となる。これ銅原子となったら気体じゃないから金属やき、この電極に付着するんですよ。電極に銅が付着します。はい、銅の色って何色ですか皆さん。銅の色は赤褐色だよね。赤褐色、つまりマイナス極の電極は赤褐色の物質がくっつくんですよ。じゃあこのくっついた赤褐色の物質が本当に銅かどうかを確かめるためにはどうしたらいいですか。金属の性質だからこすってみるよね。こすったら光るかどうか、それから電気を流してみたらいいよね。金属やったら電気流すかね、電気を通すかどうか。もう一つは薄く叩いたら薄く伸びる。つまり金属の性質はその3つですからですね。こすると光る、金属光沢じゃる、こすると光る、電気を流してみる、そして叩いてみて薄く広がるかどうかね。ですね。でそれでそういう風になるので、あ、金属だということは分かる。じゃあ石灰色の金属って何ですかというと銅ですよということです。銅ですよということです。いいですね。 OK ですか。大丈夫ですか。今までのやつ YouTube 上げるって見てね。今日のところは理科取れるかどうかの本当の分かれ道になるんで、今日の授業は真剣に聞いてもらったら理科絶対救われるんで、間違いなく。俺の38年の中でよく出る話をしてるね。いいですか。ワークを勉強するのももちろんいいですけどね、ワークどこが大事か分からんとかなかなか頭に入りにくい人は授業形式で聞いた方が絶対いいので、今日の授業はめちゃくちゃ真剣にこうノート取ってでしっかり復習してくださいですね。じゃあラストいきます。できるだけ休み時間をあと10分ぐらいで休み時間にしたいと思うんですよ。なぜかっていうと半額になるからです。弁当とかがね、今日お弁当を買って食べなさいとか言われてる人の中におると思うんで、もう家の家計をちょっとでもね安くするためには5時半から6時の間よねが半額になりやすい時間帯なんで、400円が200円ですよ。俺もしょっちゅう買ってますよ半額弁当。そして冷凍しちゃってね、で何日か経って解凍して食べたりとかしてる。もう主婦ですか、はい、ね。じゃあ、最後電池いきます。これで終わりです。電池です、化学電池です。はい、休み時間を楽しみましょう。化学電池、化学電池です。さあ、化学電池覚えてますか。何に何を入れましたか。普通この電池を作るためには何とかに
さあ、カッコの中に何が入るでしょう。こう書いてあるんですね。何とかに何何種類の金属を入れる。さあ、カッコには何が入るでしょう。何が入りますか。電解質よね、電解質ですか。ジョニー君、下級ですか。大丈夫ですか。とにかく動きよかないかんと、止まっちゃったら言いますよ、俺。止まっちゃう人がおったら。いいですか。とにかく一回勉強したらもう全部覚えちゃおう。でもいいんですよ、何回もやってください。何回も。ですね、もう良平君は絶対理科復活してほしい。理科めちゃできる人なんで、ここのとこちょっと不調よ。ちょっとね、俺的に見ると自分ではそう思ってないかもしれない。もう絶対復活してほしいです。電解質に違う種類の金属を入れるわけよ。でも理科と社会ってあれだよね、単元によって得意不得意もはっきり分かれるけん、なんとも言えんですけど、理社会は横に広いね。例えば横に広い、結構得意なとこと、そうでもないとこと分かれるかもしれない。でも同じなんですけど、数学ができる人って数学良かったでしょ。数学できる人、理科計算ができたりすれば、あと暗記なんで、理科だから理科取れるんですよ。そこ理科と数学重なっちゃうとか、計算のところ、そこだけですですね。だから数学できる人は理科できます。基本的に高得点が取れるっていう。電解質に違う種類の金属を入れる。でぶっちゃけて言いますよ、何に何を入れましたか。何に何を入れましたか。薄い塩酸に銅と亜鉛。そうですよ、習ったでしょう。電解質の代表、薄い塩酸に銅と亜鉛を入れました。違う種類の金属。銅と亜鉛を入れました。どっちがマイナス極価値、話をこのとこずっとしましたね。これ一番最近話をしてるんで、ですね、薄い塩酸に銅と亜鉛を入れました。どっちがどうでもいいんで、この前こっち亜鉛したけん、今回今日はこう入れ替えます、わざと。でこれ電池じゃないですよ。ここにこう例えばモーターとかこの電球とかをつなげてですね、モーターとか電球をつなげて、でまあ電球が光がついたら、明かりがついたら、要するに電子が流れた、電気が流れたってことになるんで。さてこの亜鉛はどうなるかというと、亜鉛はイオンとなって溶けます。亜鉛は電子を2個失って亜鉛イオンになります。つまりこっちは電子を2個ここに置き去りにしてですね、電子を2個置き去りにして亜鉛が溶けていきます。イオンになった瞬間に水の中に溶けるという、もうそれが俺ちょっと本当に信じられんと。金属が水に溶けるとかあるとみたいな感じね。イオンになったら溶けるんですよね。つまりこれずっと化学反応が進んでいったら細くなっていきます。電極が溶け出ていって細くなります。ずっと細くなる、溶けます。ね、でさてここで残していった電子はここにじっとしてないって話をしたんですね。ここに電子を2個残していきました。この残した電子はこっち側に流れてきますってこと。こう移動しますってこと。じゃあ電流はどっちからどっちに流れるかというと、電子は亜鉛から銅に流れてるんですね。電子はここに2個残していったのがこっち側に移動してくるわけです。電子は移動します。電子の移動する方向と電流が移動する方向は反対ですよって言ったんですね。これは電子が移動する方向です、ね、で
電流の流れっていうのはこれが電流の流れですよ、電流が流れる方向ですよって。ところで電気って何極から何極に流れるんですか。何極から何極に流れるんですか。知らん。プラス極からマイナス極に流れるんですよ電気は。だからこう流れているということはこっちがプラス極で、つまり銅がプラスで亜鉛がマイナスですよということですね。亜鉛がマイナスですよということです。はい、どうですか。なんか覚え方ないとね、なんかね、マイナス水素みたいなね、プラ銅とかなんか、プラ銅、銅プラ、銅プラ、銅プラ、覚えやすいかね。マイア、マイウーやったらマイアーとか、マイア、マイナスがアエンとかね、なんか覚え方をちょっと発見したやつ、ね、なんか覚えちゃってください。はい、でこうなりましたと。じゃあこっち側ってどうなるかというとですね、実は本当はプラス極なんですけど、なんと水素イオンが引き付けられるんですよ。これあのさっきの電池でプラスっていうわけじゃないんで、結果的にプラス極になったというだけの話であって、ここに電源があってプラス極になっちゃうっていうのとイメージが違う。だから実際マイナスの電子がこっち移動してきたら、今電子ここにあるわけですよね。だから水素イオンはこっちの銅板から電子をもらうんですよ。必ず水素イオンは電子をもらって穴を埋めるんです。ちょっと穴をこっちにしておきましょう。水素イオンは必ず電子をもらって穴を埋めて水素原子になる。もうこれ3回ぐらい今日授業の中話をします。水素イオンは電子をもらって水素原子になる。それが2個集まって水素分子になって気体として発生する。つまり銅板のところは水素の気体がこう小さい泡になってバーッとこうバーッとついてますですね。ついてます。はい、ここまでがなんかね、あそこの話です。何ですっけ、酸アルカリの前までの話です。原子の構造からイオンの話、そして、電気分解2つ、それから電池の作り方、化学電池の作り方ですね。電解質、非電解質という話になります。ですか。よし、じゃあこっからですね、ご飯もちょっと食べたりするでしょうから、ここは少し長く取りましょう。ちょっと一旦20分ぐらい取りますん で、それで足りんかったらあと5分ぐらい伸ばしますから、次の休みはそんなに取りませんよ。ここはちょっと飲み食いがあるでしょうから、半額お弁当を狙ってきてくださいね。はい、持ってきちゃいましょう。じゃあ、一旦休憩します。一応5分までですね、6時5分まで。はい、じゃあ終わりましょう。前半戦ありがとうございました。終わります。はい、明日。ノート取ってもらえますか。もちろん。電子レンジ借ります。どうぞどうぞ。